1> 第1番編補調長計16は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが1764年に作曲した最初の公共曲である。本作は演奏旅行のために、モーツァルト一家がロンドンに滞在している時に作曲されたものとされている。翌1765年2月21日に、ヘイマーケットの衝撃場で行われた演奏会で初演されたと言われる。 モーツァルトの記録に残る最初の公共曲にあたり、わずか8歳の時の作品であった。すでに演奏活動においては、振動としてヨーロッパに名を馳せていたものの、作曲活動はまだ本格的には始めていなかった。そのため本作は、中作的な作品としての性格が強い。父のレオポルト・モーツァルトのほか、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの息子たち、 とりわけ当時のロンドンを代表するシンフォニスト、ヨハン・クリスティアン・バッハの影響が大きい。父レオポルトは後に、この作品には作曲学ではあまり好まれない空虚コ度が3箇所に見られると指摘している。このことからも、未熟な作品であることが伺える。なお、自筆譜は、ヤギエウオ大学のヤギエウオ図書館に所蔵されている。これらは、シンモーツァルト全集の見解によるもの。 しかしながら、伝承された楽譜に記された編成は、大声ボエに、ホルンに、第1バイオリン1、第2バイオリン1、ビオラ1、ビオローネ1の8人編成である。チェロを書く編成は珍しくなかった。実質譜をよく読むと、ビオローネのパートは、第1楽章と第2楽章には、現行の音部記号と同じ、コロンが付されているが、第3楽章は付されていない。 これは、第1と第2楽章はオクターブ下げ、第3楽章は実音で読むという指定である。このことからモーツァルトは G ・ビオローネを想定して作曲していたことがわかる。この楽器はハイドンやモーツァルトの時代に幅広く用いられた。約12分3つの楽章からなり、イタリア式助曲風の休館級の楽章配置を取る。三楽章構成の公共曲は、 モーツァルトの初期の公共曲における典型的な形式である。四楽章構成になるのはもっと後のことである。ありがとうございます。